まあ、誰も0-1で満足している選手はいないですし、まあ、シュートは、ね、結構打ちましたけど、やっぱ枠 の, あのペナの外で打たされたっていうところもあると思うので、まあ、その得点っていうところはやっぱ物足りひんところあったと思いますし、まあ、後ろ後ろで、押し込まれて、結局 PK っていう形で失点してしまったんで、まあ、そこは後ろがしっかり耐えてゼロで長い時間を耐えれるように後ろは持ってやっていかないと、ああいう相手にしては、難しい展開になるんじゃないかなと思いました。そうですね、まあ、自分の年齢でいつ弾かれてもおかしくないとは思ってますし、そういう中でやっぱ自分の 100% を出せるようにしっかりやっていかないと次はないと思ってるんで、そういう点ではPK はすごい残念でしたけど、次につながる、プレーはできたかなと思います。今回負けてしまったんで、しっかりホームやし、神戸なんでしっかり勝って終われるように、やっていきたいと思います。